こんにちは、タカです。アリエクスプレスから届いた万年筆、これは、裏を見ると、これ韓国だね。あれ、ちょっと待って、裏は韓国語、ハングルがビャーって書いてあるけど、メイドインチャイナどういうこと、どういうことなんでしょう。韓国のメーカーだけど作ってるのは中国ってことなのかな。ユニークな透明キャンディーカラーインク万年筆セット 0.5mm ミディアムファインニブ学校オフィス PVC プラスチック記号ペンギフトインクカートリッジ、多分このメーカーはこれだよね、モナミっていうメーカーなのかな。で、このオリカっていうのが万年筆の名前なのかなっていう気がしますが、モナミのオリカファウンテンペンで、これ539円でした。はい。で、これはちょっと待ってよ、このカートリッジ、これ紫な気がするんですけど、ね、紫だよねこれ。いいね、多分紫だよね。はい。ニブは F ニブですね。なんかこの商品タイトルのところにはミディアムファインニブって書いてましたけど、 F って書いてますね。で、ここにもカートリッジ。この万年筆はコンバーターついてないんだ。このサイズだから普通にヨーロッパ規格のサイズですね。はい。あ、でもこれ紫、せっかくだからこのカートリッジ使ってみようかな。キャップはモナミオリカ。でね、このペン、この万年筆は結構いろんな色があったんですよね。黄色、オレンジ、緑、青、水色、紫、ピンク、赤、黒みたいな感じで、結構カラーバリエーションが豊富で、で多分それぞれの色のインクがついてるんだと思う。じゃあちょっと刺しちゃいます。すごいいい音してね、カチッ。じゃあちょっとインク出るまで待ってみましょう。ちなみに持ち手はここ、ゴムですね。なんだろうね、このニブの形、なんかV ペンとかとちょっと印象が似てたんだけど、違うけど、なんかちょっと系統が似てる、この雰囲気わかりますかね。ちなみにこの V ペンは万年筆ではないんですよね。万年筆っぽいやつ。ちょっと待ってみます。結構キャップきついね。なんかこの見た目は、色が
紫でしっかり統一されてるからなのか、そんな悪くはないな、見た目。あ、ちょっとボディ、ここ真ん中細いね。真ん中細いです。で、少しポコッとこっから太くなってる。うん。うん。ちなみにこれカートリッジはね、結構硬いカートリッジなんで、ちょっとインク出そうとしてグッて押すのも、これはちょっと難しいかな。うん。お、出た出た、出ました。うん。あ、ちなみにキャップ、あ、すごいね、後ろにね、すごいギュッグッと、そう簡単に取れない感じでしっかりはまりますね。うん。これ結構描きやすいかも。結構描きやすい。うん、いいね、紫の色も綺麗だと思います。キャップ閉める音の衝撃が結構すごいな。うん。印象はね、すごくいいですね。そして見た目もね、悪くない。ちょっとこの真ん中が細くなってるの、わかりますかね。うん。このシェイプもね、悪くないですね。で、結構描きやすくて、まあ、この色に合った、軸に合ったカートリッジが3つついてくるっていうところも、うん、結構いいかも。うんうん、ありだと思いますね。
メイドインチャイナ、韓国のブランドなのかなんか分かりませんが、モナミのオリカファウンテンペン、ざーっと韓国語でメイドインチャイナっていうね、なかなか面白い万年筆でした。